そっとなんだ。いわゆるよく現場であるたちまちワン。いや、そっか、何人かにはバレた。あ、結構男性にはバレましたね。彼女の場合は業界用語で言うパブリシティっていうね、まあ、パブっていうんですけど、うん、業界ではねパブっていうのが全開じゃないんですよ。でこれパブっていうのは何かっていうと、前の動画でもちょっと説明したんですけど、広告の制限っていうのを実は女優さんはかけれるんですよ、うん、そのメーカーのオーディションに行った時に。例えば、新聞はいいよとか、雑誌はいいよとか、エロ本はいいよとか、あの感じでね、どういう感じで選べるんだっけ。俺行ったことないから分かんないんだけど、テレビとかね、新聞、うん、週刊誌、エロ本、うん、あとはアダルト専用サイト、うん、アダルト専用サイト NG はもうお仕事ないので、うん、そういうのはもちろん、あと DVD とか書店とかいろいろあって、うん、そのテレビ、新聞、スポーツ新聞とかにその AV 女優さんの広告とかあるんですけど、うんうん、そういうのは一切 NG。 あの、週刊ポストの週刊ポストの例えば袋閉じとか、うんうん、そういう仕事は私は制限してて、うん、なるほど。そうすると、はい、中にはパブ全って言ってパブ全開 OK ですよっていう子もいるんだけど、パブ全の子に比べるとパブを制限してる子の方がやっぱり仕事は来にくい、仕事が少ないとは言われてますけど、うん、これ本当ぶっちゃけいろんな意見があって、プロダクションの人も要はね、パブが全開じゃなくても来る子は仕事来ますよって、もちろんそうなんだけど、でもやっぱ現実はね、パブ全にしないとなかなか難しくない。そうですね、うん、マネージャーさんからも言われない、パブ前にしないみたいな。言われたことあります。 あるでしょ、うん、パブ前にしたらもっと仕事来るよとか言われない、うん、やっぱ幅が広がる分、そのテレビとかも結構その前さん出てるのあるじゃないですか、アメバ TV とかね、そういうのね、そういうのを含めたら多分でそういう風にした方がいいんですけど、 あとチャットの仕事とかも多分できるようになるんで、なるほど、うん、なるほどね、あるんですけど、さすがにそこはまだ二の足を踏んでる。それをやるなら逆に女優一本で頑張りたいなって。なるほど、うん、やっぱいろんなところでいろんな顔してるんで、私の場合はなんか誰にもどの人にも置かれたくないんですよね。なるほどね。そうなんですよ、女優のファンの人は女優としての私のファンでいらっしゃるし、だからそうだよね、女優のファンは私がまさか、うん、パパ活やってることも、うん、とあるデリヘルにいることも知らないわけだからね。そうそうそう、逆にデリヘルやってる人は、うん、AV やってることもパパ活やってることも知らないし、パパ活やってる人はさっき話した通り、うん、OL だって言ってるから、うん、まさかセクシー女優やってることも知らないし、そうそうそうデリヘル行ってることも知らないわけでね。それこそデリヘルで呼んだ方がはるかに安く済むためだからね。そうなんですよなるほどね、まさにドンキホーテですよ、本当にすごいですね、もうね、あちこちの売り場にいるわけだから、うん、ね、何食わぬ顔してね。そうか、うん、でも何一本でやろうって思ったことある？いや、ないですね。あ、そうなんだ、はい、でもともと可愛い子いっぱいいますし、うん、個性だった体型でもないので、個性だって素晴らしいプロポーションですよ。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。本当に、ちなみにこれも多分結構皆さんあるあるというか聞きたいところだと思うんですけど、うん、AV の撮影の時にさ、本当に気持ちいいのかと、要は本当に感じてるのかと。それは気持ちいいです。積極的、マジで言ってんの？うん、すごいいけるし。本当？うん、ほとんどの現場気持ちいいです。ええ。うん。あ、やっぱだからあれなんだね。もともとのマインドがやっぱりもうセクササイズ好きだから。うん。ね、ってとこだよね。そうですね。結構大事なんで、そのプロの人だなってつくづく感じ、うんうん、もうどの目線って感じだけど、うまいなって思うし。男優さん。うん。ああ。今そう、今別の質問で聞こうと思ってたんだけど、うん、やっぱ男優さんはうまい。男優さんは総じて、まあ個人差ってもうまい。あ、うまい。うまいし、あの持久力もあるし、いろんなプレイがお互いできるから楽しいですね。その S になったり M になったりとか、あ、自分がプライベートでやるになら絶対なりえない職業とか。なるほど、うん、その今さらっと言ってた、いや、はい、男優さんうまいですね、はい、そのうまい根拠って何？何をもってして、あ、この人うまいな、あ、男優さんならうまいって思う、ね、それはそこみんな知りたいんだよ、絶対女の人の体を知り尽くしているかどうかです、うん、積極的、女の人の体を知り尽くしているかと。そうです。あ、例えば見よう見まねで手間とかじゃなくて、うんうんうん、
ちゃんとこうどこに指を押し当ててガシガシするのかっていう、うん、なるほど、なんかただ突っ込まれてもやっぱここって内臓なんで、うん、あんまり正直の中って敏感じゃないんですよ、もともとただその膀胱の位置とか子宮の位置とかにあってどっか刺激するとそこが性感帯になってるんですけど、うん、その刺激に慣れてない女の子だと痛かったりとか、なるほど、本当に住人トイレなんで男優さんがそれを反応で分かってくれるぐらいのプロの人だとやっぱすごい上手かなと思いますね、うん、ささやかな機微を見逃さないそうです、分かりましたか皆さん、今さらっと言いましたよ、実は内臓です。内臓実は内臓ですから、はい、皆さんだいた優しく接してくださいね、はい、こうやってやるってもないですかね、こうやってこれはガシマンですから、ね、ガシマンはダメですからね、ガシマンはダメです、でもそう考えるとやっぱ個人差あるね、この間の目はまた毎回毎回引き合い出して申し訳ないけど、積極的ミカさんはもうガシマンがいつんだから、あ、それは鉄マンの方ですか、そう多分、まあそこが強いんだと思う、強いですね、なるほどね、そうなのか、反応でこう刺してくれるっていうかね、そうですね、いちいち聞かないでしょ、ここあもうちょっと右左あ 上かな、2ミリぐらい下、これここだあこう、いいか、これ来た来た、そういう感じじゃない、カミリとかのやつです、うん、そういう感じじゃない、違う皆さんダメですよ、ちゃんと位置とか確認しちゃダメですよ、本当、うん、なるほど、あれなの、挿入のなんか腰の振り方とかさ、そういうのってやっぱ上手いとかあるの、男優さんって、あ、それも多分ありますね、どういうこうストロークが気持ちいいの、まあ、あくまでもあゆみさん見解、私の見解だとなんか膣の引き方ってなんか前向きか後ろ向きがあって、うん、なんか積極的消極的みたいな前向き後ろ向きみたいな、うん、前向き後ろ向きがあって、うん、チームを入れた時に、うん、ティンダー入れた時に、ティンダー入れた時に、なんだろう、やっぱ結局奥が気持ちいいって言ってポルチオが気持ちいいかな、わ、うん、かりますか皆さん、ポルチオ、ポルチオトランスですよ、検索してください、はい、ポルチオ、そこにこう、うん、押し当てる感じができる人は上手だと思います、なるほど、こうあんまりこういうのってあんまりいらなくて、実は押したらこういう方が気持ちいいんですよ、はあ、覚えてくださいこの動き、皆さん今さらってやってましたけどこうじゃないかんね、こうじゃなくて、うんうん、こうですね、あ、押す、腰をこう押し当てて、こういう方が、うん、なるほど、なるほど、あの女の人は気持ちいいと思います、皆さんこれ有料級ですよ、これ本当にこの動きをすることで女を虜にする可能性があるんですから、はい、ねえ、本当皆さんちょっと積極的チャンネルに投げ銭してもらうかな、もう一覧ライブみたいに、これなるほど、うん、あ、それは俺もちょっと初耳だわ、はい、密着系の方が本当は気持ちいいんですけど、え、今ちょっとご時世的に密ダメじゃないですか、はい、密ダメですね、でもまあ秘密の密ならいいんじゃないですか、積極的秘密の密ですよ、秘密の密です、秘密の密で濃厚接触と、あ、そうです、なるほど、あ、だから密着型の、だからもうストロークがこういう感じじゃなくて、うもうこういう感じのもうね、もう多分 AV もあるって結構こうやって見えるようにしてるから、みんなそれが気持ちいいと思うんですけど、うん、結構あれ入り口痛い人は痛いくて、女の子、なるほど、あの膣がちっちゃい子とか、うん、あとあの子宮の位置が浅い子とかだと本当にティンダーで貫いちゃうから、うん、ああなるほどね、なんかそうなんですよ、そんな、ね、エロ本みたいにグワッとかで気持ちいいとかないんで、うん、あのやっぱツンツンこうされた方が多分ビクビクするか分かると思うんですけど、そうなんですよ、だから地味な方が多分動きは地味な方が、なるほどね、男優さんはプロだからそれをすごい激しくやってるように見せる、見せてるだけ、はいはい、本当はすごい優しい、中は優しい、そうなのか、皆さん勉強になりましたね、うん、これやっぱ腰の振り方一つでもだいぶ変わると、うん、あ、そうなのかちなみにさ、今ね腰の振り方っていう話をしてたけど、今聞きながらふと思ったんだけど、例えばこう密着してる時に、うん、そのマイクで聞こえないぐらいささやかな声で、うん、大丈夫とか、うん、痛くないみたいな感じで男優さんでこう支えたりとか、あうんのなんか意思確認とかあるの、そういうの、基本回ってる時はないですね、あ、やっぱないんだ、はい、あのちょっとカットしとかして、うん、水飲んだりっていう時に、うん、今飲みたくないとかは言いますけど、うん、なんか回ってる時はちゃんとしっかりやってますね、へえだそうです、はい、うん、あ、そうなんだ、割と本気で回ってる間は本気でセックスしてるんで、まあ、うん、いわゆるよく現場である立ち待ちはあるの、
たちまちは2回ぐらい経験したことあります。あ、でも2回なんだ、そんだけ入って。そうですね。たちまちっていうのはその名の通り、立つのを待つってことなんですよ。では団員さんが立たないと話にならないんで、それを待つことがあるんですけど、たちまちする場合って、男優さんはどこで一役目立たしてるの？1回目の立ち待ちの時は結構みんながいるところでちょっと手で待ちながら一人でわーって話していたんですけど、まあ、途中で私たちもちょっと手伝ったりするんで、ちょっと乳首触ったりとか、応援はするんですけど、応援やっぱ最後は彼の問題なので、ちょっと応援はします。あ、でもほとんどないんだね今話聞くとね。そうですね、結構みんなお元気ですよ。あ、本当？はい。なるほどね。これも素朴な疑問なんだけど、他の女優さんと現場一緒になることあるじゃないですか。あ、ありますね。仲良くなったりします？これも個人差あると思うんだけど、仲良くなるかなるし、もうその場だけね、もう表面的な挨拶だけしてっていうの子もいると思うけど、ご自身はどうなの？一応、まあ、私多分新人寄りなので、挨拶とかはさせてもらって、ツイッターとかはフォローし合ったりはしますけど、あ、なるほど。なんかその仲良くなって後日ご飯とかはないです。はいはい、あ、ないんだ、はい、あれツイッターちなみに何のアカウント名でやってましたっけ？ツイッターすごい話しかけてごめ ん, ごめん、あ、言い方間違えた。ツイッター何でやってましたっけ？ツイッターはツイッターアカウントアカウント、あ、いや、ごめん、また本当食い下がって本当もうしつこくて申し訳ないんだけど、ツイッターは1文字目のアカウント名教えてよ。1文字目26分の1じゃん。 26? そうだ、 ABCDE の S、 皆さん S S-AV で検索してください。じゃあもう本当表面的な感じね。そうです、そうです、嫌なわけじゃないです。分かる、ほらお互い事情、ね、まあ仕事がなんだろう、今でこそ結構ホワイトな仕事だと思うんですけど、やっぱ業種が業種なだけあって、みんな事情がある子もいると思うので、確かに。あんまりこう深く仲良くなるっていうのは私はあんまり、そうだよね、あんまりって感じです。まあ深く仲良くなるのは Tinder だけでいいと。Tinder って大丈夫、深く仲良くなるのね、ただ皆さん激しくじゃないですよ、当てる感じですから。押し当てです、はい、今日はこれだけ覚えて帰ってくださいね。押し当てです、はい、なるほど。そこで知り合って仲良くなる子たちもいるって聞くんだけど、あゆみさんはそこまで後日会ったり、今まで会った人もいない、後日会うとか。後日はないですね。あ、ほんと、現場一緒に途中まで、あ、帰ったぐらいで、ね、お疲れ様ですみたいなね、はい、そういうのはさせてもらったことありますけど、基本は、ないです。これさ、あとさ、禁断のさ質問なんだけど、はい、業界の不分率っていうかさ、暗黙のルールで男優さんが女優さんを口説いちゃいけないっていうのがあるんですよ。あ、はい、そう、あの手出しちゃいけないみたいなのね、はい、あるんだけど、それは全くない。あ、ないです。あ、はい、本当に？え、詳細はバレようがないんだから。ぶっちゃけ男優さんになんか LINE 聞かれたとか、なんか後日今度はご飯行こうよとか、そういうのあった？なんか冗談じみてはありましたけど、実際聞いてきたりとかはないです。あ、そうなんだ、仮にじゃあ本気でもし LINE とか聞いてきたら、人によって教えちゃう、別にこっそりで、いい Tinder だったらちょっと揺らぎはしますけど。揺らぎそうですよ、なるほど。でもそれは、ね、まあ、業界のルールなんで、そうなんだよね、業界のルールなんでね。お部屋も別々ですし、一切そういうことができないように、できないよね、基本的にね、なってますから。そうだよね、はい、そっか。あ、お部屋が別々と思い出したんだけど今、ごめんね、次々さ、あ、じゃあね、こうじゃね、聞くんだけど、それも現場によってそのメイクルームとかはバラバラなんだ、広さとかそういう設備とかも。バラバラで、そのスタジオの、まあ、どっかの部屋でメイクルームにしちゃうんで。ああ、なるほど、メイクルームってとこがあるわけじゃないんだもんね。あ、そうです、テレビ局じゃないからね。そのスタジオで今回は使わない部屋とかを、はいはい、私物置き場とか、そういうのにするんで。なるほど、結構バラバラね。そこに関しては男優さん、女優さんは絶対分かれてるから絡むことがないんだよね、はい、じゃあそこに他の女優さんと同時になることはあるんだ。あ、それはあります。そこでまあ挨拶したりとか、あ、 そうです、そこでまあね、はい、あの Twitter のねアカウントを交換したりとかして、はい、でそのアカウント名がその S なんでしたっけと。あれをね教え合ってね、はい、S なんとかをね、はい、なるほどね。で、あの、まぁ、あ、ちょっと V のね、ところ、最後の方になってくるんだけど、現時点での、やってみて、今どれくらい経った？V は。
もうすぐ1年ですか、ね、1年か、うん、ついてると思うんだけど、うん、現時点で1年ぐらいやってきての、うん、苦悩ってありますか。苦悩、苦悩、苦悩、そう、苦悩。やっぱレビューとか、うん、その買ってくれた人の感想とかで、うん、やっぱアンチがいるんで、アンチってほどじゃないですけど、わかるわかる、悪口みたいな、なんかこう、うん、どうしようもないことを言われたりとか、うん、例えば、え、なんかもう顔が生理的に無理とか、もうどこか言ってよみたいな、なんとか、ね、うん、まあどこにもいるからね。そうですね。なんか足の大きさが無理とか、なんかまあ、うん、どうしようもない骨格の話とか、うん、してくる人とか、やっぱ見ると人間だからちょっと傷ついたりとかもするんで、ちょっとまあ苦悩ってほどじゃないですけど。うん、やっぱ見たその日はちょっとショックですよね。なるほどね。うわーみたいな。ってことはやっぱりこの間のさ、うん、テラスハウスのさ、うん、木村花さんの事件があったように、うん、どこの台わかんない、うん、七のゴンベイのやつが書いたコメントも、うん、やっぱ当事者からするとやっぱね不快だもんね、うん、ってことなんですよね。一瞬こう心臓がドキッてなる、なんか嫌な感じ、うん、なんか、うん、まあみんな一回は小学校とかでいじめられたりとか、うんうん、ある人多いと思うんですけど、うん、なんかそういう気持ちがちょっとよみがえってくる。なるほどね。なあぐらい。なるほどね。あとはそれをすごい気にしちゃうか、まあ千人のうちの一人に気に入られなかっただけだって笑い飛ばせる人いれば、うん、まあ書いてくれてるんだから、まあ良かでも悪かで、まあ興味を持ってくれたんだなってポジティブに考えるかぐらいですかね。うん、皆さん、あの誹謗中傷は書かないでくださいよ。そういうことを書くぐらいだったらそもそも見なきゃいいんだから。そう、うん、話なんですよ。なるほどね。それか本名を書いて書いてくださいよ。そんなこと言うなら、うん、自分の連、そう、そう、連絡先とかね、うん、自分だったことを名乗って書いた方がいいですよ。うん、それだったらね、潔くね、うんうん、そうするとちょっとその今の苦悩につながる部分じゃつながるんだけど、うん、やってみてのね、うん、後悔ってなんかあります？後悔、うん、やってみて、うん、まあ、後悔っていうかおかしいけど、うん、後悔、後悔はしてないと思うんですけど、うん、そのどんどんやっぱバレてくる、やっぱ本数が多くなればなるほど、うん、いろんな人に昔のセフレとかから連絡したりとか、マジで、うん、なんか出てるの見て興奮しましたみたいな、読書感想文みたいな本当にの来たりとか、はあはあ、なんかあの Tinder の社名とか、うん、あの匿名で来たりとか、うん、え、どれに来るの？だって連絡先知らないでしょ。 DM とか、あ、DM ね、うん、あ、その女優のアカウントで、そうそう、あ、マジっすか、うん、そんなことあんだ。あとは私の個人を特定、多分もともと私の実名を知ってる人で、うん、私の V を見つけちゃって、うん、私の個人でやってるアカウントの方に女優名書き込まれたりとか。うわぁ、そうなんだ、うん、暇人がいますね、本当に。そんなことしてどうすんのよ、バカ野郎、本当。そういうのは、後悔はしてないけど、苦悩っちゃ苦悩ですよ。あ、なるほどね、うん、迷惑かな、迷惑だね。うん、そんなことしたって、一年とかにもなるのに、なんですんのかね、本当バカだね。なんか、俺にもやらせてよ、何々ちゃんの、その何々ちゃんの部分を女優名で入れてきて、自分の実名でやってる友達とやってる人の交流用のアカウントに入って、はい、みんなが分かるようにしたりとかしてくるんですけど、そういう人とはやらないので。なるほど、うん、どこに見つけてください。どこにでもいるんです。うん、なるほどね。それはね、ひどい話だね、うん、あ、じゃあ、そっか、何人かにはバレた。あ、結構男性にはバレましたね。あ、同性の友達にはそんなバレてない、うん、仲良い子には伝えてます。うん、なるほどね、うん、でも、うん、知らないが仏の子もいれば。あ、そうですね、知ってるけどもちろん何も言えない子もいるだろうし、うん、あ、なるほどね。あとはその自分なりにその友達の性格とかを見て、うん、あ、この子ならいいけなって子にはカミングアウトするし、大丈夫かなって子もいれば、やっぱ、うん、そういうの根本的にそういう業界自体が無理って子もいるんで、まあね、あそこは仲いい悪い問わず受け入れられるかどうかで何人かには言ってます。なるほどね、はい、というとか、まあ彼女なりの苦悩だったところだね、はい、なるほど。最後にそのセクシー業界部分のその、うん、あのフェーズの最後として、うん、今後の野望ありますか？なんかセクシー女優としての野望、
そういうの野望、うん、なんかこうなってきたらいいなみたいな。もちろんこれ 僕女の子に言うんだけど、はい、いつまでもはできないじゃんこの仕事、うん、いつかは絶対終わりが来るんで、うん、その終わりがいつ来てもいいように、うん、こうなんかこうしときたいなとかああしときたいなみたいなのありますか。でもやっぱその今このドン・キホーテ状態で一番いいことってお金を貯めれることぐらいなので、うんうん、なんかこうこの年代のうちにお金まとまったお金を貯めて、うん、なんかこう自分のちゃんとやりたいことが見つけたときに、うん、サラリーマン以外のことでちゃんとお金を稼げる人になりたいなと思って。なるほど。一応資格の勉強とかはいろいろしてます。あ、じゃあだいぶ今貯蓄って話題が出ましたけど、うん、あの資産形成の方は進んでると。まあそうですね、積極的なるほど、はい、って考えると、だからまだ現役続行中だけれども、はい、現時点でだから勝ち組だよね、そういう意味では、はい、だって、うん、稼げない方がやっぱ稼げないわけだから。そうですね、資産形成したくて始めたものの、うん、なかなかそれに至ってない子たちも多いわけだから、うん、それに比べたらもさ、全然女優は専属女優ではないにせよ、うん、それでもちゃんとそうやってさ、まあ、金額の単価を置いといてさ、うん、あの、はい、そうやってできてるってことはね、やっぱ素晴らしいことだから、うん、ありがとうございます。なるほどね、はい、そうか。じゃあヒントはですね、あの何もないんですよ、彼女に対してのヒントを言いたくても言えないんですよ、うん、もうここまでどころかここまで来てるんだけど僕は顔分かってるんで言いたいけど、ちょっとね、あの初版の事情によりちょっと今回に関してあの女優名ともお伝えできないんですけど、ただいつの日か彼女がいわゆるそのさっき言ったパブ全ね、パブ全開にしていた時は、今度はね、その時はあのこの仮面を外してですね、あのセクシー業界あのインタビューをしたいと思うんで、まあ今日のところはね、あのちょっとこれでご勘弁いただきたいなというところなんですけど、はい、まあということで一旦ですね、そのセクシー業界のことをちょっと聞いてきたんで、はい、ちょっと長々とありがとうございました。ありがとうございました。